さあ行きましょう。続きでございます。ついにサイヤ人戦がね始まりましたけども、まずはサイバーマンからでございます。いきます。とりあえず戦力差はこちらの方がね、分が上だと思うんだけど、でもサイバーマンに先制されたんだよね。それがちょっと不安というか、やっぱ強くなってないのかなというね。BP は上がってるけども、ちょっとね、不安だよね。体当たり3連チャンいく ?3 連、いや、2回でいいか。ちょっとパンチも鍛えたいよね。パンチ、まあ、ここに来てたけど、パンチためみたいな。ちょっとパンチも織り交ぜながら、太陽拳、入れ!よーっしゃよっしゃ、これさえ入れや、もう。あー、耐えた。パンチ。くっそー。そうだな。でも BP3000 もあるんだもんね、こいつね。1,2,3,4,5 5回行動キック、はいはい、全然ダメだ。やっぱな、ちょっとな、スピードがところどころで違うからね。はいはい、うん、これ速いスピードの時ははいはいでいいのよね。遅い時ははいはいはいかな。はいはい、いいね。うん、あーやばい、必殺でもいいよ。あー遅い、これ逆に不安よ。遅いパート、うーわ、400いくらって、栽培マンごときにこの俺が、やばいやばい、ちょっと負けが頭をよぎってきてるよこれ。太陽拳もうパンチとかそんなこと言ってる場合じゃねえなこれ。体当たり体当たり、いやでもいくよパンチ、体当たり体当たりで48でしょ、全然足りるから。パンチで、ダメ。いや、2回入れば全然。2回体当たり入れば。よっしゃ。オッケーオッケー、全然やれるから。うわぁ、2回は入らんなぁ。パンチも入らない。この辺がちょっとね、必殺来たらやばいなぁ。あぁ、回復してるなぁ。必殺来るぞ、これ。あ、オッケーオッケーオッケー。完全にためのターンに仕上がったね、こいつ。完全に。じゃあ、ため。もう体当たりですよ。タックルですよ。タックル2ついきます。ここで、ちょっと逆転したい。オッケー。オッケー。入れー!よっしゃ、もう一発もう一発もう一発入れ。うわ、なんか2回目入らないな。太陽拳の効果って一発だけなんかな、その直後の一手だけなんかな、ちょっとわからんな。ここもう完全に相手はさ、攻撃のターンですよ、ここね。3回全部ためだからね、相手は。前のターン離れた、離れましたか。いや、早い早い、こいつ動き早い。2回もやっぱ修行してないからね、こっちね。いやー、まあ遊んでたわけじゃないんだけども、いやー、やばいな、修行してないからな。あ、でも今回防御うまくいってるわ、割と。あ、ちょっとこれうまくいかなかったけど、怒涛の一撃。ちょっと待って。いやー、まずい、非常にまずい。ため。いや、マジでさ、ちょっとタックル入ってくれ。タックル、太陽拳、ため、2回ためいったけど、体当たりいけるかな。2回入れば倒せるか、むしろまあ倒せるか、いいとこまで追い込むかのどっちかだと思うけど。うわー、マジか、やっぱ1回しか入らないな、やばいよこれ。次もあ、でも大丈夫か、ゲージあと3つだから、ここ耐えれば。うわー、うわーだよね、これ。
よし、行った。耐えれば勝てるぞ、ここ。ちょ、サイバイマンともこれ、すごいもうギリギリの勝負してる、もう悟空これ。修行してきたはずなんだけどな。修行してきたはずなんだけど、タックル一発入れば勝てるぞ。同じパターンでいこう。ためため。いやいやいや、ためためため、タックルタックルでいこう。2回のうち1回入れば、いける。勝てる。どうだ。入れ。うわぁ。もう一発。よっしゃ、勝った。ギリギリ。もう、サイバイマンとの。うわ、めっちゃ HP 上がった。2047だって。すごいね。OK、セーブしました。さあ、ナッパ。なんだ、その面は気に入らねえな。許さんぞ、貴様ら。はい。いや、ナッパの子強くねえか。いや、BP はこっちの方上だけどさ。HP 高い。まあまあ、でも、原作でやっぱそういう感じのあれか。なんか、打たれ強いみたいなイメージあるもんね。背後取りに行きますか？待って。太陽剣。まあ、背後なしで行こう。体当たり、体当たり、体当たり48でしょ。48、もう一発いけるはいけるけど、どうしますか？パンチキックを織り交ぜたいっすよね。まあ、もう一発いって、パンチやって、ため。体当たり3つ入ってくれれば、嬉しいけどね。うわぁ。太陽剣やってんだけど、うわぁ、マジか。よしよしよし。太陽剣やってんだけどね。はいはいでいくよ、もう。はいはい、いいね。耐えた ?8 か。まあ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 。まあまあ、うわぁ、必殺来たなぁ。はいはいでいくか。はい。あー、ちょっとタイミング違う。よっしゃ。めっちゃ食らった。はい、はい。よーし。うわー、また来た。これ回避かな。うわー、ちょっと待って、ちょっと待って。押してるんですけどね。はい、はい。あ、ダメだ。はい、はいのタイミングじゃなかった、今のな。120にめっちゃ、ちょっと待って。どんだけ攻撃してくんだよ、お前。110、ちょっと待って、ちょっと待って、強えぞ、これ。結局、体当たりだな、もうな。こうなると、体当たりだ。太陽剣、意味は、太陽剣、まあいいや、体当たりだ。もうこうなったらとことん体当たりで。ところで、海洋剣って覚えてないよね、やっぱりね。ここに入ってくんのかなぁ。海洋剣ね。入ってきてない。残像剣も、あ、40までいってる。あ、他かなあ、違う。他はいつものやつだもんね。はい、やっぱ、修行しに行った意味がないっていう。感じだぞこれは。もう体当たり打てるだけ、もう打ちに行こう。太陽剣当たれこら。耐えた。マジかお前、すげえな。あー、足りない。まあ、足りない予感してました。いやー、どっかで会心の一撃来てほしいっすね、これね。回復。やーばい、これはやばい。あー、やっぱりさ、あれだよね。でも、下行って右とかだったらさ、多分これ、遅延が発生しても間に合うんだけど、下行って上とかさ、この、左行って右とかのこの、なんだろう、問い面に対する十字キーは多分これ間に合わねえんだよな。
あ、今のは入浴ミスだ。いやー、強い。これはまだしばらく勝てねえ。あ、間違えた。間違えた。しばらく勝てねえぞ、これ。必殺2回も来たもんな。ダメ。ダメ。太陽系なんか意味あるのか。わからんけども。タックル3回いきます。もう、こうなったらタックルを、うまく使ってもう、なんとか、接戦に持ち込むしかない。必殺はな、もう運ゲーだよな、あれな。いかに必殺来ないかを祈るだけでか、うわ、くばんね。さっきのさ、さっきでこの前の動画の、なんだっけ、あれもだけど、栽培マンもそうだけど、なんかね、厳しいよね。いやー、回避よ。いやー、押してるぜ、押してるぜ、ちょっと。もう、はいはい。防御しても100くらいもんね、この赤いところ、赤いところ行ってもさ、あ、間違えた、操作ミスっていうか。なんかやっぱ十字キーちょっと変なんかな、これ。新しいコントローラーでやった方がいいのかね。なんかちょっと反撃とか自分の意思とは違うんですけど、なんか言っちゃうもんな。さあどうするこれ。まさかここで先頭使うかこれ。いやーどうする。4つ貯めて体当たり体当たりだったら多少とか、まあ、それなりになんか余るんじゃない。ため体当たり、ため体当たり、ため体当たりとか、そっちの方がいいのかな。ああ、食らった食らった。もうこれだけでいいんじゃねえのっていう気するよね。太陽系の1回分がなんかもったいない感じがするっていうか。ねえ、なんかそういう気がするわ。もう完全にのしプレだよね。ため体当たり、ため体当たりみたいな。必殺くんなよ。これもう連打に近いぐらいで押しちゃっていいんじゃないか、これ。はいって、もう、こう、ダメかな。はいはいの方がいいかね。どうなんだろうな。やべ。はいはい。12、あー、オッケーオッケー。ほんとなの真ん中行けば、だいぶ抑えられるんだな、これな。はいはい。94。オッケーオッケー。行こう。一回後ろ取りに行くか。逆転狙うんだったら後ろ取りに行かなきゃダメなんじゃないか。で、パンチは増えてないよね、多分ね。増えてないよね。いや、じゃあもう、体当たり依存症だもん、こうなったら。ダメ。違う違う違う。体。ダメ。体。体当たり依存症でございます。いきましょう。いやー失敗かよ。オッケーオッケー。まあまあそれでもダメージ入った入った入った。くっそ。やっぱ太陽系の後の一手だけなのかな。一旦ってことない、それはないのかな。どうなんだろう。さあ多分ここ向こう貯めるターンになると思うけどね。やっぱりそうだよね。失敗した。あー来た。ダメか。ちょっと遅かったか。117食らいすぎだ。もう本当にパンチキックで通常攻撃でやばい。くっそ。220。この動画で勝ちてえな。ナッパにもう差が開いちゃったけど、差が開いちゃったけども、体当たり体当たりでもう行こう。体当たり依存症でもう一発いけない。足りないかな。よっしゃ、ここ全部入れば、全部入れば失礼
そこそこいいとこまで行くんじゃない？ほら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 、全部入れ全部入れ、よしよーし、や全部入れ。あー足りない、ちょっと足りない。あーでもでもでも、わかんないとこまで持ってきたよ。ここ耐えればさ、わかんないよこれ。いや耐えられねえなこれな、106、やばいやばい、これもう回避しかない。うわーくそーわー、でもわからないところまでは持ってったな。わからないぞっていう、まあ、接戦のところまでは持ってったっていうことは、やっぱもうここまで来たら体当たりにも依存していくしかない。そもそもこの時点で500ぐらいのねビハインドあるんでね、だからここで結構もう削らないとダメなのよ。失礼。ちょっとね、たまにまだタンがね絡むんだよね。コロナから復帰してもうだいぶなるんだけど、もう一発いけるだろう。もうとことん体当たりだわ。もう当たって当たって砕け散るみたいな。回り込んだ、よし入れ。あーマジか、くそー、太陽剣やっぱ使った方がよかったか。くそー、入んねえ、これだけ打って一発しか入らなかった。くしょー、これだけ打ってたよね。わーやばい、回り込まれたーからの、これはまずい。うわー609ってこれ。でもさ、回り込みもそうだけど、やっぱ一手なんすかね。回り込みもそうだし、一旦ではないのかな。あ、一旦じゃないんだね、回り込み。一手なんだね、多分。まあでも、距離縮められる、一手で距離を縮められるってのはやっぱ大きいのかな。いや、じゃあもう、しゃあねえな。はい、多分ね、一手なんだと思う、太陽剣も。多分ね。だから、こういう感じで、行った方が、いいのかもしれない。当たんねえなー、くそ。よし、当たった。だけど、これじゃあ、ちょっとなー。もっと手数増やしていかないと。太陽剣諦めて手数増やしていくか、どうしようか。なんだったらもうベジータ戦諦めてここで戦術使ってもって感。いやでも絶対ベジータだってあれだよね、悟空より絶対強いよね、強いはずだよね、ステータス的にはさ。あれなんじゃない？これ、海洋剣使う前提になってんじゃないか、これ。どうなんだろう。まあ、それでもね、タックルが、入ればよ。タックルが入れば、全然1000ぐらいでも、全然、ね、同点、追いつくぐらい、逆転できるぐらいまで、持っていけるから、もうこれの、これだな、もうノーシュプレーだな、これ。ためタックル、ためタックルみたいな。よーし、いってこれ !548。もうずっとこれよ。太陽剣打ったって入らないときは入らないしね。だったらもう打たないで手数増やした方がいいじゃないっていう。そういうことよ。だから、せいぜい5600。この差を5600でなんとか後半までついていく。うわー、やーばい、後ろ取られたけども。あ、やっぱそれっぽいよね。一旦くせえ、一旦とか、一手が。一手くせえよな、後ろのこの効果あるのがさ。いい、
1800ぐらいか。大丈夫大丈夫、1000ぐらいでもまだまだいけるよ、大丈夫よ。体当たり、体当たり、もうとにかく体当たりの回数を増やしていくことをもう心がける。もう数打ち当たる作戦で体当たり、もう真っ向からタックル勝負だよもうこれ。うわー、くそー、うわー、マジか。1回でも食らってくれたけど、マジか。600、これでだって600ぐらいの差か。さあ、うわー、来た191。まあ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 、ダメだったら先頭だな。106。まあでも今回は先頭使わないです。次回もまあ一回、今回これで先頭なしでやってみて、次回挑んでみてどうかなって感じでね。場合によっては先頭使わなきゃいけない。わあ、1000ぐらいにさ、開いたな、開いたね。いやもうタックルよ、タックル、タックルよ。もう2回入ってくれ、タックル、攻めて。よーし、1回入った、どうだ。よーし、2回入った、もう1回入ってくればここよく出てくるよね。よーし、3回入った。オッケー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 、わかんないとこまで持ってきたぞこれで。とはいえ相手の攻撃だから、ここいかに耐えるかっていうところはあるが、クラウドとの一撃やめて、本当にやばい。225、回り込まれた、やばい、やばい。250、離れた。ってことは距離詰めなきゃいけない。いや大丈夫、タックルでなんとか追いつければ。タックル2回行こう、タックル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 、ため、タックル、ため、みたいな、ため、行きましょう。よっしゃ、成功、当たれこら、よっしゃ。いいよいいよ、当たるようになってきたよ。よーしよ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 し、オッケーオッケーオッケー。だいたい200ぐらいか、200ぐらい。くそ、食らうなー。これでも100ぐらい食らうでしょ。いやー、いやー、どうする、回り込んだ、失敗した、やーばい。これはまあなんとか生き残ると思うけど、956、タックル3回は入れなきゃダメだな、1回は入れなきゃダメよ。後ろ回り込んでる一手がもったいない。タックル、ダメ、タックル、もう一回いけねえか。でもこれ発動しない、もう負けるからね、もうこれ次のターンで、次の相手の攻撃でもう行くしかない。 KI 足りないかもしれないけど、マジか、かわした、うわあ、よーしゃ、ふやく、よーしゃ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 し、当たれ、くそ、会心の一撃以外のやつでどれか一発でも当たったら可能性はあったんだろうけどね、これね、わかんないっていうとこ、あ、ま、今のまた、ま、間違えたというか、なんか
十字キーの操作がなんかこれなんかおかしいんだよね。やっぱ遅延なんですよこれも。遅延なんか押した感じカーソル動いてない気がするからもう一回押しちゃうんだよね。もう一回行こう。いや、いける気がすんだよね。戦術買わなくてもいいとこまで行ってるからさ。とにかくこの序盤この一手目だよね。太陽剣も裏取りもなしでもうタックルでもうここだよ。ここでもタックルやれるだけやろう。よし、もう一回いけるでしょ。もう一回でためでもう一回いけるでしょ。24であれだけのダメージ入るって美味しいもんね。よーし、うわーくそー、耐える時もあるそりゃな。よーし、人生耐えてなんぼだからね。よーし、もうこれしかね、ここでリード取りたいんですよ。うわー、最後一発入ってくれれば。まあここで3200ぐらいまで抑えれば、まあ暫定じゃなくてこのターンは勝ちになるよね。うわー取られた。127回り込んだ失敗。 OKOK、 これで相手は1点無駄にしてる。くそ、わーやばい。あーダメだ、食らった。やーべー、これは回避だ。あーダメだ、怒涛の、わもう鼻からもここでもう勝負決まったみたいな感じだなこれ。鼻からだな。いやでも絶対こっちも返しの位置に人が来るはずだ。そう、やっぱ1ターン目だね。1ターン目であのタックルがどれだけ入るかだな。よーし、255。よーし、もう完全に運ゲーだよね。どれだけタックルが入るか、どれだけ相手の必殺技が来ないかみたいな。よーし、あ、3つ入って珍しい。なんかこの辺うまく調整されてんのかね。HP どんだけ開いたらなんか当たりやすくなるとか、どうなんかな。ただ、相手はここためのターンに入ってくんじゃないかなとは思うけど、そうでもないか。エネルギー波は打ってくる。回り込みたがるね。ためもないな、あんまり。だからまあ、勝負は1ターン目よね。1ターン目で、どれだけこっちがリードを取れるかみたいなところあるよね。500ビハインドから始まって。1ターン終了時点で。線か、探せんか。まあ、まだ、絶望的ではない。体当たりがどれだけ入るかによって、線だったら全然まだまだひっくり返せるところまではいけると思うんですよ。体当たり、ため体当たりかな。完全もう体当たりゲーだよね。よっしゃ、289全部入ってくれ。もうこうなったらもうそれを願うばかり。もう完全に運ゲー。よーし、入ってる。オッケーオッケーオッケー、もう一発入れこら。よし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 、オッケー。ではここどれだけ耐えられるかなのよ。回復のターンか。ここはあーちょっとタイミング早いな。よっしゃ、いい、もうこれでもいい、これでもいい。多分回避はねほとんどちょっと無理だと思うから、2回とかだったらいけるかもしれないけど、ただこっちもね KI 足りないのよ。1回でも貯めればいけるんじゃないかなとは思うけど、このため
タックルためタックルみたいな、この交互に行けばいけると思うんですよね。さあ行こう、最高最高、よし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 、やれるやれる、全然やれる、まだまだ。うわあ、当たれこら、よし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 、次のターンで決めたい。タックル3回入ればもしかしたら勝てるかも。うわあ、この中途半端なスピードちょっとダメなんですよね。回り込んだ失敗、 OK、 一手潰してる。あーなんかダメだな、ちょっと防御がうまく決まらなくなってきた。 OKOKOK、 回り込みたがるね、やっぱ相手もダメージ欲しいからなんだと思う。ここは400だったらもう一旦、場合によっちゃもう一旦耐えられるかもしれないけど、タックルためタックル、多分足りない気がするな。ためタックル、タックル、ためタックル、もう一回来てんだよな、足りない気がするな。もう一旦見越してためとくか、もう一旦いけると信じて。うわー、くそ、でもいいよ、追い込んでる。うわー、もう一回入れこらー、よーっしゃ、あと一回入れば勝つ。ここ耐えれば勝つよ、ここ耐えれば。どうだ、うわー来たなー、よーし、これでも100ぐらいか、185、225、頼む、耐えてくれ。うわぁ、134、91、うわぁ、ダメだ。うわぁ、惜しい。いやー、これはもう一回行くでしょ。ちょっと32分も過ぎちゃってるけど、もう一回行くでしょ。ちょっともう一回ちょっとやらせてくれぐらい、ちょっと長くなるけども、このままじゃちょっと終われないよね、引っ込みつかないよね。やっぱこの1手目よ、1手目。あとこっち会心の陣気出なかったってのがちょっと痛かったかな。それでもあっこまでね、あそこまで持っていけたのは大きい。もうここだからタックル、タックルよ、もう一丁、4つよ、4つで2回ダメ。これ4つのうち何回入るか、 OK、 2回入れば御の字だけど、 OKOKOK、 とりあえずこれで御の字。3回目でも欲が出てくる、よっしゃ、3回入って、まあまあまあいいんじゃないですか。4つのうち3回入ればまあまあいい方、よし、行こう。体当たり作戦。体当たり作、まあ、作戦もクソもないけどね。完全なる脳死プレイだけども。防御。よし。OK。とりあえず3000くらいで収めたいな。うわー。防御。3000くらいで収めたい。500。防御しても、あれだけ食らうってよ。3000で収まんなかったしな。まあまあまあ、でも400差だったらまだいい方なんじゃないか。一旦終わって100縮めたって感じだもんね。とにかくタックルを多く打てる状況を作っとく。タックル3つ行こう。タックル3つで、ためタックル、ためみたいな、もうこれだけ、ためとタックルしかもう使わないみたいな脳死プレイだけども。うわー、かわされた。うわー、マジか。うわー、マジか。マジで、
いやー、ちょっと言葉出ないわ。ノーダメって。ノーダメって、そりゃあんた、そりゃないぜ、班長だよ、もうこれ。そりゃないぜ、班長。マジか。くそー。まあ、でもこのターンもそこそこはダメージ抑えられてるけども、あーダメだ。うわー、攻撃の手を緩めねえな。マジか。結局戦だよね。結局サバ戦だよね。いや、まあそりゃ太陽剣打ってないからさ、そうなるかもしれんけどもね。にしてもあれだけ打ってさ、ノーダメージって、6回攻撃する順、ね、4回とか入れてもね、ノーダメージって、そりゃねえぜ班長だよ、もうこれ。さあぐらい、こらマジか、マジかこいつ。ダメだよね。暫定的にHP 近づくけど、一旦通してたと結局やっぱ差がね縮まってないんですよ。OKOKOK。 後ろ回り込み失敗は本当儲けだわ。行ってダメージ受けなくて済むから。最高。なかなかこの差でも埋まらんな。5600だよね。5600の差がさ、なかなか埋まらんよね。いや、まあ、あれだけ耐えられればさ、まあ、そうなるんだけども。そうなるんだけども、だがな。わー、マジか。マジかー、これ。まあまあ、これだったらまた許せますけど、もう、ちょっとねー。いやー、これは厳しいなー。厳しいねー。OK。よし、オッケー。本当の真ん中まで行かないと、ちょっとこれダメージ軽減にならないですね。あー、ダメだ。ちょっと惜しかったなー、今のな。この差ですよね。800でしょ。800でしょ。ちょっとねー、なんともなー。ここは体当たり4ついきます。4つ全部入ればいいとこまで持っていけると思うけど、わー、入らない。くっそー、マジかこいつ。あー、ちょっと足りなかったんだ。600。いやー、ちょっと今回もこれダメだな、多分な。あー、遅い。なんかこのエネルギー派はあれだね、遅いパターンが多いのかな。でもさ、この遅いパターンもさ、いきなりこうギュンってこういきなり速くなる瞬間があんのよ、これ。あー、ダメだダメだ。ちょっと休憩入れなきゃダメだな。ちょっと集中力がちょっと全然なくなってきた。ものすごくこれタイミングゲーだからさ、ものすごくやっぱ集中力使っちゃうんで、結構ね疲れるんですよ。
いやー、これ全部当たったとて、ちょっといいとこまでもう持っていけないね、これ。1300ぐらい差あるからね。ああ、ダメだ。さっきいいとこまで持ってたのは、たまたま、運だよね。運の要素がやっぱ、すごく味方してくれたのかなーって感じはしますけどね。あそこものにしたかったなー。一つやっぱチャンス逃すとこれドツボにはまるぞ。これもう僕はもう完全ノー編集無編集でもうこれ負けるねやつももうカットなしでね全部載せますから。僕はこれもうダメだダメだダメだ、もう全然集中力がうまくいかん。 OK、 うまくいかない。とりあえずは違う違う違う、やっぱなんか十字キー変なんですよね。新しいやつ使えばいいのかな。新しいやつも1個持ってるんですけど、でもねこれやってまたまたダメにするのもなんか嫌なんですよね。コントローラーダメにするのもなんか嫌なんですよ。タイミング系この強く押しちゃったりとかするからねこれね。いやー、ここはやっぱなんか帳尻合わせようとしてきてんじゃねえか、これ。ほれ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 、なんかその気があるぞ、これ。ねえ、帳尻合わせに来てんじゃねえか、これ。まあでも逆にここを耐えればわからなくはなってきてるね。もう回復のターンになってるね、3って。うわー、ダメだ。おお、いった、奇跡。うわー、ここ耐えろよ。やばい。でもまあまあ、大丈夫だと思う。オッケーオッケーオッケー。いやー、これ、うまくいけば、勝てるぞ。うまくいけばだけど。体当たり、ため、体当たり。まあ3回打ちますけど2回当てなきゃちょっと厳しいかもなーって考えると無理かー。ああ食らった食らった。オッケー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 。よーし、逆転逆転勝ち、すげえ。いやあ、よかった。ベベジータ、助けてくれ。動けないサイヤ人など必要ない。うわー、何を。あららら、やっちゃったな、これ。なんてやつだ。自分の仲間まで殺しまいやがった。はい、オッケー。ということで、ここで区切りたいと思います。ちょっと長い動画になってしまいましたけども、ご視聴ありがとうございました。次も頑張ります。お楽しみに。